とは都市の中の中デパートや商店店街飲食店などのアーケードがあり集客力の高い繁華街、もしくは商業地区を言う。往々にして交通機関の駅やバスセンターなどの起点と重なったりする。英語ではダウンタウンがこのニュアンスに近い。また、市区町村内で比較的大きい街のことを市街地などと呼ぶ。フィンランドの中世の街。 ポルボート海な町には、地域や番地とは別に地区がある。地区の中にも下のように、様々なものがある。学生街神田湖書店街学生街の定義自体は、法的にも、学術的にも定められていないが、平成22年度、千代田学調査報告書、広域、学生街構想構築のための調査報告では、学生街とは、学校に通う学生たちが集い、 彼らに何らかの利便性がある街空間だと考えていいだろうとしている。上位区、土井広志、都市と大学キャンパスの関係性に関する考察、日韓両国の事例研究を通してでは、学生街とは、具体的には、学生や教員、職員のための娯楽的施設や他の諸サービス施設、学生用の下宿やアパートマンションがある程度設けられている地域を指すとしており、 研究対象地域の夜間人口で18から22歳までの比率を参照し、これが一般地域より約20%以上上回る場合が不正外があると判断している。町のタイトルのつくものは町を参照。ありがとうございます。